さだやさ、ショコレでございます。2018年無事に明けましたね。そうですね、皆様のところもきっと明けていると思いますよ。僕のところは実はまだ2017年ですけど、まあ、その辺はちょっと内緒にしておいて、2017年大変お世話になりました。そして2018年、どうぞこの1年もよろしくお願いいたします。というわけで一応着替えたんですよ。でこれ皆さんに見えてない、立ってもわかんないか、あのね、下も履いてるんです、一応ね、形だけでもしっかりしておこうという形で、まあちょっと後々の話にもつながってくるんで、ちょっと今は流しておいてください。無事にこの迎えた2018年、皆様がこの動画を見ているということは、本当に何もなく無事に2018年を迎えているということですね。2017年、決してあまり明るいニュースはなく、2018年元気に皆様で過ごしていきましょう。そして2018年からご覧いただく方も、2017年より以前にですね、ご登録いただいて、コメントくださって、チャンネル登録していただいてっていう方々、これからもどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。たびたびね、いろんなところの動画でちょいちょい言ってるんですけど、実は2018年、僕の仕事上ですね、ちょっとこういった形のお仕事が増えます。今まで10何年間、多分もう取りだめしてあるブラドラでもちょろっとだけお話しすることがもしかしたらあったかもしれませんけれども、僕は高校を卒業してですね、比較的小さな制作会社に、入りまして、そこからまあいろんなことがありながらフリーランスとして行っている傍ら、フリーランスという仕事に関してはいろんな言い方があって、個人事業主として経営していくタイプの方もいれば、個人名義で雇われじゃないけど制作事務所に常駐していろいろやったりとか、その他もろもろいろんなことをしている方がいらっしゃる中で、僕もフリーランスという仕事が安定しないケースもありですね、バイトだったりパートだったり、その他いろんな形で副業という名目というかね、その辺をもろもろとこなしてきたつもりなんですけど、まあ、その一つの中で、こういったスーツ系を着るところがありますので、今までね、いい言い方をすると、やりたいことをやってきたんですけど、やりたくないこともやらなければいけないという形になっています。でその中の一つとして、今までは私服でね、いろいろと、仕事してきたんですけど、それもちょっとこういった形でする仕事もありますよということで、毎日が毎日こういうわけじゃないんですけど、でそれがあって、ちょっとこういう本買ってみたんですよ。ビジネスマナーっていうね。この、なんでこれを買ったかっていうと、どうしてもこう、企業、会社というのは上下関係があるでしょう。例えば上司が、なんだろう、ユニクロのオーダーメイドのスーツを着ていて、僕が、なんでしょう、ダンヒル、あとなんだ、ヒューゴボス、ダーバンとか、なんかその辺のやつを着ていていいのかとかねまあそういうことが書いてるかどうかわかんないけど、とりあえず読み直したら面白いことに気づけるかもしれないし、まあ、抜けてるところがあるかもしれないから、ちょっと見てみようと思って買いました。まあ、さらっと読んだけど、ためになることはあんま書いてないね、やっぱこういうのってね。会社会社できっと方針は違うしさ。何が言いたいかっていうと、僕は7分の7、いわゆる1週間、基本的に好きな服を着て仕事をしていたんですけど、その回数がちょっと減ってしまうということで、こっち側のレパートリーってね、あんま持ってないんですよ。なんかね、今ちょっとクローゼット調べてみたんですけど、夏用のスーツはね、なんか知んないけどいっぱいあるんです。だけど秋冬用のスーツがちょっと少ないので、であとね、スーツっていうのがね、すごく大嫌いなんですよ。だからどちらかというと、ジャケットとチノパンとかスラックスをちょこまかちょっとレパートリーを変えてやりくりをしていくっていうことをしたいんですよ。まあ、上手い人は私服5、ビジネスシーンで使える洋服5の5対5をうまくやっていくと、こういう問題に直面はしないんですけど、僕9対1ぐらいで洋服、自分のプライベートの洋服にお金をかけてきてしまっているので、ちょっとレパートリーが少ないんですね。このお正月が始まった初売りとかね、そういったところ絶対買い物には僕行くんで、
買い物多分混み合ってるから動画は撮れませんけれども、買ったものを紹介していく中で、この満30歳から始まる2018年、大人としてオンオフ両方でもバッチリ使えるじゃんっていう洋服を買いながら、まあ、ちょっとこれ話すと長いんでまた別の動画にしますけれども、なんか紹介するときにね、お伝えできればいいかなと思います。2018年のっけからまたまたこの僕のくだらない話をずっと話してしまっているので、この辺で終わりたいとは思うんですけれども、一個だけねちょっとこの場を借りてお伝えしたいのが、2017年ねすごい目立ったコメントが、動画と関係ないんですけどっていうコメントがね、結構皆さん気を使っていただいて、なんかやっぱ YouTube の中でもそれあるんですかね。例えばコメント欄で他のユーザーさんの名前出さないとかさ、なんか動画に関係ある、動画にまつわるコメントしなきゃみたいなの、きっともしかしたらそういう暗黙のルールみたいなのがあるのかもしれないんですけど、僕は全く気にしないので、日々ねこんなくだらない動画上げてるんで、全く動画関係ないお話していただいて構わないので、2018年はそういったことを気にせずね、コメント書いてくださる方は書いていただければいいかなと思います。というわけで、2018年スタートしていますでしょ。皆さんはね、僕はまだしてないんですけど、きっとみんな寝不足でしょ。初詣行ってる方もいたらさ、紅白からジャニーズカウントダウン、そしてカウントダウン TV みたいな、そういうリレーをまたいでね、で起きたら起きたでお笑い番組いっぱいあるしみたいな感じで、非常にお疲れで寝ている方も多いかとは思うので、この辺で終わりたいと思います。はい、というわけで改めましてですけれども、2018年もどうぞ1年間よろしくお願いいたします。はい、ではショコレでございました。また明日、バイバイ。